子供の頃ものすっごい好きだった漫画とかこう久しぶりに見ると意外にがっかりで、そうでもなかったっていうことがまあ多いんだけど、子供の頃なんだかこうよくわかんなくて、なんか変な感じがする。お母さん、なんかおちんちんの袋の中にサイダーが入った感じが。お母さん、それ痛いの？痛くはない。気持ちいいの？そうでもない的なやつね。それは漫画でもいいし映画でもいいし音楽でもいいんだけど、そういうのを久々に見ると、なんつったらいいのかな、発見がっつうか、なんか子供の頃はこの感情とかこの感じとかを、うまく表現できなかったから、お母さん、おちんちんの袋の中に家族が、誰かのシルバニアファミリー、まだ見ぬシルバニアファミリーがってなってたけど、ボキャブラリーとかないじゃない、あんまりね。甘いか辛いかぐらいしかよく分かんなかった、いいか悪いかとかしか分かんなかったのが、なんか変なとこ刺激されてたやつを見ると、あ、なんかすげえっていうことが多いような気がすることに今週気づいた。アマゾン恐るべしですよ。昔はね、アマゾネスの方が怖いと思ってたんです女だけのね、なんつうの、女だけのこう集団ですごいんだよね、男よりもずっとすごいから。弓矢を使うアマゾネスはさ、弓矢を引くのに邪魔にならないように右のおっぱいを切り落としてるなんていう、とても恐ろしい、まあアマゾネスの方が怖かったんですけど、今の世の中アマゾネスはまずいないですからね。キャバレーアマゾネスって書いてあっても多分入りませんよね。なぜなら右の乳を切り落としてますからね。ほんでアマゾンよく使うんですけど、こういろんなもん買ったりとか調べたりとかしてるうちに、こう篠岡健さんにおすすめがありますよみたいな、俺をね、その本名でね、篠岡健さんにおすすめがありますなんつって、で今まで買ったもののその動向から、おそらくあれが好きならお前このスカトロビデオ好きだろうみたいな、そういうのを勧めてくれるわけですよね。でまあドカベンをずっと買ってんだから、当然ドカベン、スーパースターズ編の新刊が出たからみたいなのをおすすめ してくれたりするんですけど、恐るべしと思ったのは、かなり緩い引っかかりみたいのもそのおすすめしてきたりとか、あと俺それ興味ないよってその5巻が出た時に興味ないっつってんのに6巻をおすすめしてきたり、あんま5巻はすげえ読みたくないけど6巻は読みたい漫画とかあんまないじゃんか。なんかそういういい加減なとこもあるんだけど、そのいい加減なところのまぐれあたりなのかなんか分かんないけど、たまたま俺のおすすめの DVD のところに、チリンの鈴、カタカナでチリン、チリンの鈴っていうなんかこうアニメ DVD がこう入ってて、でそのアニメの DVD そんな買わないから、クリームレモンシリーズぐらいしか買わないからその類かなと思って、お兄ちゃんの類かなと。そうでもない感じなんだけど、このチリンの鈴っつうのは何の関連で来たのか調べると、確か調べられるはずなんだけど、なぜそのチリンの鈴を勧めてくれたのかはよく見なかったんで分かんないんだけど、このキリンの鈴っつうのがね、俺が小学校の5年か6年ぐらいの時に、うちにこう2個上の姉貴がいて、まあ姉貴の話ってほとんどこのラジオでも出てこないぐらい仲がまあ悪いんですよ僕姉貴は結婚してるはずなんですけど、姉貴が今なんて名字かも知らないぐらい交流がないんですよ姉貴と。でまあそれはその小学校の時はもうすでに相当仲悪いですから、姉貴がキャンディー見たいっていう、キャンディーがどうしても見たいっていうもんだから、
俺は国会中継が見てって言い張るぐらいの小学校低学年からね、俺はその田中角栄が見てんだからっつって、キャンディーキャンディーよりも田中角栄だっつって言うぐらい、わかめし見たくもねえんだけど当然見たくもねえんだよ、それぐらいね仲悪くて。小学校5年の時に姉貴がサンリオ映画のなんつうのか忘れたけど、見てえのがあるっつって親にさ、その映画連れてってくれ映画連れてってくれって言うわけだけど、親もさそこそこ忙しいからさ、映画はダメだっつって、じゃあ一人で行ってくると。で一人で行ってくるのも姉貴確か中1で俺小5ぐらいだと思うんだよね。ダメだと、その繁華街に中1の女の子が一人で行くのって、うちの姉貴本当バカだったからね、ダメだっつって言われて、でお袋が出してきた案が、俺はさもう本当にもう利口な子だねなんつってね、俺大体日頃利口な子って言われるか蛇みたいな目をしてる、ね、あなたは蛇みたいな目をしてるよ、どっちか言われる感じの子だから、当時から小学校の1年生の時から俺はもう後楽園球場に一人で都市対抗野球を見に行く子だったから、これはマジな話だったから、要するに旅慣れている弟の健に連れてってもらえてるわけ、ね、でこっちはさそんなサンリオ映画なんか見たくもねえしさ、ましてさなんで己のためにですよね、お前とは同じ参道を通ったか知らねえよ、同じ女性機からこんにちはだよ、和江のねえねえの女性機から出たしさ、たかしのねえ生死の中の一匹か死んねえけど、それは俺の選んだことじゃねえし、全然仲良くする気もござんせんですよ。しかもお前がほんの2年差でうちのおふくろの参道を通ったからって、知らねえよそんなのっていうことです俺にしてみればね。でもさなんかさ姉貴はさ、でもそのケンが一緒に行ったら行っていいって言われたんだみたいなこと言うわけで、それは俺の都合もあるから、明日俺ちょっと鈴木善光の国会中継が見てえから、俺鈴木善光が国会で何言うかすげえ知りてえから、嫌だよみたいなことで、わかんねえ、時期あってかどうかしね、鈴木善光が俺の小学校5年の時の総理かどうか知らねえけど、まあそんなん言ってさ、大喧嘩になったわけよ。なんか姉貴がそのあんたのせいで、もうもはや俺のせいだと、俺のせいでその見に行けるサンリオ映画が見に行けないみたいな、隣にサンリオショップがあったせいでさ、そのグリムってサンリオショップで券もらったのに行けないみたいなことになって無駄になるみたいな、うわーってでんぐり返ってさ、したらうちのおふくろがブチ切れてさ、なんかよくわかんない、もうなんかすごいブチ切れたの覚えてるの、なんかもう泣きながら、兄弟でそんな仲悪いってどういうことだっつって、多分その言葉を思い出せないけど、だったらもう一回私の賛同を通すの、もうじゃあ逆流させればいいんでしょっつって、もうあんたなんか産まなかったことにすると、一旦もうあなたは逆子じゃなかったから足の方から私のもう性器に入れて、もう最終的にお父さんのチンポで吸ってもらいますと、もうそれは俺もそれはきついな、さすがに生まれなかったことにだけはされたくねえと思って、元の1億数千万匹になるのはもう嫌だと、こっちはこれでなんかおふくろすごい悲しい声上げちゃってさ、もうさなんか最終的にあんたはそのなんかそういう時って親ってさ、ついでにさ今まで乗ってた裏ドラを全部つけ始めるじゃん、なんかわかんねえんだけど、もうその時もなんかもう姉貴が映画見に行きたいってことを肯定するために、俺はなんでそんなとこまで怒らなきゃいけないのみたいなところまで、うわーって怒られて、もうじゃあいいよ行くよみたいになって見に行ったと。で多分姉貴はその地輪の鈴の同時上映のやつが見たかったと思う、2本立てで、でそれが見たいそれが見たいって、映画館もどこだか上野だったような気がするんだけど、上野か有楽町の映画館行って、で行ってさ、もう腹からこんなテンションで見てるからさ、面白いわけないじゃん、見たくねえんだ、で子供バカだから、変な話も入った途端に両耳に指入れて目つぶるぐらいの、もうこっちはレジスタンスですよ、もうこっちからしてみたら、それをもう両目を開きっぱなしにするようにホチキスで止められて、姉貴にね、これでね、ドクターストレンジラブ風の格好させられてね、俺はこう見せられたような感じするんだけど、その姉貴がメインで見たいって言ってた方はあんま思いようなくて、
同時上映だったその地理の筒は面白かったわけじゃないんだけど、子供心に なんだこれ、あのね、今みたいにつまんなかったっていうジャンルにね、小学校5年の時に俺は姉貴はすごい好きだけどつまんなかったぜっていうジャンルに入った方の映画は名前も思い出せないし、どんな映画かも思い出せない、日本だってだったことしか。だけど麒麟の鈴はなんだこれっていう感じになって、なんかこう映画の話で帰り道も俺は義務で映画に行ってるから、映画の話なんか一切姉貴としたくないんだけど、このなんだかわかんないやつを姉貴はどう捉えてるかをすごい言わないと俺おかしくなっちゃうみたいな感じで、姉貴に話しかけたら姉貴はそのもう道場へのもう一本の話をするから、もうすげえうぜえみたいな感じの、あとあの俺の肥満度についての抽象をすごいするから京浜東北線の中で、だからもうそれが嫌だったから話にはなってなくて、まあそのままその変ななんだかよくわかんねえもん見させられたな感と、麒麟の鈴のタイトルだけすげえその覚えてて、なんかさそのさ同時上映のやってたやつはちょっとしたこうその小ネズミの冒険的なやつだった気がするんだよね。それでいて普通のアニメで普通にその楽しい歌が流れてて、で楽しくなんかこうやってたような気がするんだけど、その麒麟の鈴はまず俺のイメージで、その時覚えてたイメージは大人の歌がずっと流れてる、アニメなのに暗い大人の歌が延々と流れてるっていうのと、あと終わった後に何が言いたいんだっていうか、うん、その感じがずっとあったのだけ覚えて、でそしたらアマゾンでさ、姉貴の仕業かな、姉貴わかんない、何度かわかんないけど、その何回りもしてその麒麟の鈴の DVD がおすすめで出てるわけ、入ってるわけ俺のとこで、見た途端にああ麒麟の鈴って俺たしそのいろんな思い出よ、なんかあのフラッシュバックのお袋が俺を正規にギュギュ俺を入れようとしてた、それは想像だろ、想像で実際入れてねえから見えねえだろ、それはそのいろんなの、あなんかすごい変な感じの麒麟の鈴ってこれ変な感じだって思って、でも俺はその学習でさ今週も気づいたけど、そのこういうやつは見とくと意外にあると思ってさ、見たらさマジで大人の音楽だなんかね、楽しい時もなんかねダークダックスみたいなやつが、麒麟は母と暮らしてたみたいな音楽だ基本的にね、でああこの感じこの感じ、あのそういうのがゾゾってくるんだでしょ、なんかあなんかこのしばらく開けてない箱を開けた感じのゾゾゾゾってきて、で見てたらストーリー今からちょっと説明するんだけどね、ネタバレ注意だよ今から麒麟を見る人は、てかねそういうことじゃねえんだけど、牧場で麒麟は、主人公の麒麟は子羊なんですよ、子羊で、首のところにチリンチリンって鳴る鈴がついてるんです、でだから麒麟の鈴っていうタイトルなんです。で麒麟は好奇心旺盛なその羊なんですけど、お母さんからあの牧場から絶対出ちゃダメですよって言われるわけね、絶対麒麟牧場の外には出ちゃダメです、出ちゃダメってお笑いが言うってことはみたいな、そのねとりあえず俺もさこりゃ出るなと思うじゃん ねこりゃ出るよ、そんなにお母さんだってセリフ自体は牧場から出るなぐらいしか言ってねえんだわ。んでこれである日麒麟が夜帰ってこないんですよ、でもうこれは大変なことだって俺の方も来たなと、麒麟牧場出たなと思うわけでいて、お母さんはいろんな動物にモグラとかに聞く麒麟を見ませんでしたかっていうのをすごい聞いて、夜になっちゃうんだけど、もうその夜になると狼が出るのに、その牧場からこの安全な牧場から出たら大変なことになるんです、探すわけで、そうすると麒麟は牧場で寝こけてるだけで出てないっていう、あ出ねえんだっていうかで DVD の裏見るとさ何本かまあ入ってんだよ、その DVD にはさ46分かなんか書いてあるからさ、出ないにしちゃ長えぐらいの、まあまあで出ないわけで、よかった私のあの大切な麒麟なんてお母さんが言ったりするわけで、ある日の夜出てねえんだけど牧場に狼が襲ってくるわけだから、もうもう麒麟からしたらどうしようもねえじゃん、だって出てねえんだから
ね、なんか地人が悪いことをしたから狼に食われたりとかはまあわかるけど、出てねえのに狼が柵を破って入ってきて地人を食おうとするわけ。そうするとお母さんが地人をかばって狼に食い殺されちゃうわけ。でその次の展開が地人が狼のとこに行って弟子にしてくれみたいなことを言うわけ。でこの時に小学生向けのサンリオアニメなんだけど、羊は殺されるのを待つだけなのかと。羊は牧場に生まれて殺されるのを待つだけなのか、そんなのは嫌なんだと重いの乗ってきてるでしょ羊は羊だというだけでここで生まれてのほほんと暮らしね、たまに狼が来て食われる、でそれを受け入れるだけなんていうのはおかしいと。だから俺は狼に、なりたいから魚王って狼に弟子入りさせてくれ、お母さんを食った狼弟子出し、で狼は最初狼の暮らしみたいなものはお前らにはわからないから、お前にはわからないからダメだって言うんだけど、チリは意地でもついてくわけで、ついてく間にその狼は狼でさらに強いもの戦う、こう熊と戦ってボロボロになったりとかするわけで、で途中に強くなるってことは孤独だぞみたいなこともなんかチリにちょっと話したりもするんだけど、で、あと負けて悔しい時にはその悔しさを牙にしろみたいなこと言うわけ。そうするとね、チリは羊の子なんだけど、どんどん角が異様な感じに伸びてきて異様な生き物になるの。狼でもその羊でもない、もうとにかくすごい尖ってる1メートルぐらいの 角がその頭の先から出てる灰色と茶色で構成された気持ち悪いものになるわけ。これである日狼が今日はあそこを襲うぜってチリの生まれ故郷のその牧場に来て牧場を襲うわけ、2人で。それでしたらチリがここがよくわかんない、チリンがその羊をぶち殺そうと、全羊をぶち殺すモードに入るんだけど、そうすると前に子羊が来てそれをお母さんがかばう、でそれを見ていろんなことをチリンが感じて俺にはできないって言われて、それでしたらその狼が何もたもたしてんだって言うから狼と戦って結局師匠の狼を殺すわけで、殺して僕は羊だって言うわけ。ここまでいいよね、羊だっつって狼が死にました。で、羊小屋の方を見ると羊全員が隠れて気持ち悪いから向こう行ってほしいって。でそれでチリンはそのずっと歩いて山の方に一人で行って、ナレーションでチリン、その後風の強い日にはチリンチリンっていう音は聞こえたことはありましたけど、チリンは誰の前にも姿を見せませんでしたみたいなやつで、またそのダークダックスみたいなチリンみたいなので終わってくんだけど、あのさ、どうすりゃよかったでしょ。これはさ、わかんないけど子供の収め方なんかもうわかんなくない？子供的なもんで言うとチリンがやったことが悪かったからなんかそうなんならわかんだけど、生地最初にさ、チリンが弟子入りするときにいろいろ提示しちゃったもんだから、結局そのストーリーに関して言いたいことは黙って死ねってこと。チリンがだって羊に生まれたからにはここでのほほんと暮らして、殺される時は殺されるで泣き寝入りで仕方がないなんて嫌だって言って行ったのに、その行った先にあるのは完全不幸じゃないですか。ってことは逆説的に言えばのほほんと殺されるのを待てっていうことを小学校5年の僕に、そうか、俺は殺されるのを待ちゃいいんだと、こんな死ぬ死なねえなんて産んだもんな、突然の意味のない暴力によって殺されていくんだろう人って、なんつって、ああ再来年は中学だみたいな、そういうこと俺何は見てもいやわけわかんないんだよ。なんかその子供の時になんかその受け止められなかったのと同じぐらい受け止められない感じ、なんかね、強くなる覚悟あるお前みたいな話だと思うんで、なんか強くなることとかその修行した上で一人ぼっちになっていくんだ、高みに上がっていくことで最終的に一人ぼっちになっていくんだみたいなね、でそれの先にあるのは言われもない孤独以外の何者でもないみたいなことを含んでる気がするのね。あと母と子の愛も少し含んでるような気がするんだけど、なんかすげえなと思ってさ、これまたね途中でこのその狼の魚王って、まあ師匠にあたる狼、師匠であり親の敵である狼っていう立場も子供の話にあんま出てこなそうだけど
師匠である狼のその王も一緒にその羊小屋をその再度襲って、その自分がまだ子羊だった頃とこうオーバーラップする子羊の前でこう地鈴が心変わりしちゃうっていうか、こう俺は羊だってなっちゃって魚王と戦いになって魚王をまあ殺すんだけどね、その地鈴は。だからその時にその狼もこうなると思ってたぜ、ありがとうよみたいなこと言うんだよね、なんかね。それも子供にはさ、わかんないけどさ、悪者は悪者としてちゃんとしてて、お前は悪者で俺はいいもので、もしくは俺が今嫌な目に遭ってんのはお母さんの言うことを聞かなかったからみたいなやつが、子供は子供なりにそのルールとしてあるって知って安心して見てるから、多分わっけわかんなくなっちゃったと思うんだけど。でこの話が原作柳瀬隆というアンパンマンでおなじみの地鈴は、お母さんに対するその敵討ちの愛と、その怖い狼に弟子入りを頼みに行くっていう愛と勇気を友達に言ったんですけど、最終的には孤独死してると思うんですよ、山で。自分の師匠をも殺しね、羊を襲いね、なんかいろんなことをする上に。で、なんかその途中途中にもその印象的なシーンで、ヘビを、もう本当にね、ちょこっとだけ、旅をしてる途中ですよみたいなところで、小鳥をこう、小鳥の巣、卵がいっぱいあるところを親の小鳥が守ってる、鳥が守ってる。で、そこに羊が来て、で、その羊、羊じゃない、そこに蛇が来て、その鳥を食べようとする。それで、その地鈴がまだ羊の顔をしてる、地鈴が通りかかって、その卵を守ろうと思って戦ってる お母さん鳥の間に入って、一生懸命蛇を倒してたら、自分が全ての卵を踏み潰してるっていうシーンがあって、その次のシーンには地鈴ちょっと角出てたりとかするんだ。なんかもうなんかその感じすげえなと思って、なんかなでね、柳瀬隆ですよ。でその DVD 自体もなんか柳瀬隆の初期作品集みたいな名前のついてる DVD で、でその他にも初めて見た、なんつったっけな、他の映画でバラの花とジョーっていう、まあ、これはなんかねすごい美術作品、ちょっとねその柳瀬隆、今の柳瀬隆の描く犬っぽい犬も出てくるし、お花っぽいお花も出てくるんだけど、俺に言わせるとね、ちょっと言っちゃってんだよね。あの柳瀬の矢が病むっていう字の漢字の言っちゃってる絵のやつと、もう一個小さなジャンボっていうミュージカル、なんかこうそのキャプションにはなんか本当に日本初のミュージカルアニメなんじゃないの、可愛らしいシーンみたいなことが書いてある、その小さなジャンボっていう、でこれはね、小さなジャンボがもしかしたら一番古いのかもしれないんだけど、すごい柳瀬隆の絵なの。パッと見て地鈴に比べると完全柳瀬隆の絵だってわかる。だから多分原作だけじゃなくて作画も柳瀬隆なんだと思うね、そっちの方はね。ほんでなんかそれはなんか南のすごい平和な島に王様と三人のこうその島民がいて、ですごい楽しいけど退屈に暮らしてたら、箱が流れ着いてきて、そこに小象のちっちゃい象のジャンボと象使いのお友達みたいのがいて、でそのが来たからみんな楽しくなったんだけど、その島の隣隣で戦争が始まってみんな死んじゃうみたいな、また最終的にはまあみんな死んじゃってくるんですけど、ものすごいミス、あの尋常じゃない量、ミサイルにもあの顔ついてんですよ、柳瀬隆風の顔ついてんですけど、顔のついたミサイルが尋常じゃない量空を飛び交ってる中、その島民と象が僕らはみんな生きているを歌いながら歩くみたいな、ちょっとシュールなシーンとかもあるんですけど、でその中ですごい仲良しのその小象とその象使いはすごい仲良しなんだけど、ちょっと最初俺の中でもう地鈴を見ちゃって疑う目で見てるから、俺そう世の中をすごい疑う目で見てるから、なんかこう楽しそうな島の暮らしにジャンボが来てみんな楽しい、みんな仲良しだって言ってるところでも、でも象使いビシビシジャンボのことを象使いだから無知で叩くじゃんか、無知で叩くのに友達ってことはねえだろみたいなことをすごい頭の中にこう悪い俺がよぎってたら、それ俺がすごいなとか、俺がちょうどそのことをよぎったあたりで音楽がなんかすごい、これはこっちは可愛らしい音楽で子供合唱団みたいな音楽で、無知は叩くものじゃない、
音を楽しむものっていうジャンボはその言い訳の歌だ、ずっとそのジャンボは楽しい音が聞きたくてすごい芸をしてるし、その象使いの子は音を出す名人だ。でまたサビのムーチは叩くもんじゃない音を味わうものだって、お前ダン鬼ロククラスかよぐらいの、うちは音を楽しめって歌が延々と流れたりして、いい DVD。 月曜ジャンク一丁寧光る深夜のバカ力。